増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。安倍晋三前総理大臣側が主催した桜を見る会の前夜祭をめぐって、東京地検特捜部が安倍前総理側に対し本人の任意での事情聴取を打診したことが関係者の話で分かりました。安倍前総理に認識があったかどうかも確認する必要があると判断したと見られているということなんですが、今回のこのニュース、先生はどのようにご覧になっていらっしゃるでしょうか。まあ一言で言いまして、よくやるなぁという印象ですね。まあ、ご存じの通り安倍首相は7年と8ヶ月ですが、日本の憲政史上初めてのですね、長期政権を、まあ、なされた方なんですが、その間にですね、森友学園問題とか加計学園問題とか、いろんなですね問題で責められましてね、また今の桜を見る会ということを、まあ、ありとあらゆるですね、責めを受けて、それに、まあ、対抗しながら耐えながら、7年8ヶ月本当に、まあ、よく辛抱したもんだなというのが、まあ、私の率直な、まあ、印象なんですが、総理を辞められた後もですね、まだこれ追及されるということなんですが、一体誰がこういうことを、ね、してるのかと、まあ、単純にですね、考えて、まあ、時々考えるんですけども、まあ日本はよく、まあ、アメリカの属国だなんてよく言われますけども、前民主党の時の総理大臣にやられた、まあ、鳩山幸男さんという方もですね、はっきりと日本はアメリカに従属していると、やはりこれは独立しなきゃいけないんだというようなことを言いまして、まあ、経済関係のことなんですが、まあ、年次報告書というのがありまして、アメリカと日本と両方でですね、まあ、経済改革のためにいろいろ意見を出し合おうなんていうその会があるんですが、それは表向きで実はですね、アメリカの方からですね無理難題を日本の方にしてきて、それをですね、まあ、上手にと言いましょうかね、あまりアメリカの言うことを聞いてるというふうにならないようにですね、そういうのが上手にということなんですが、まあ、上手にですね扱って、それをまあ法案化して法律にしてですね、まあ、アメリカの言うことを聞くということはですね、もう、まあ、大勢の日本の国民の方はご存じないでしょうが、まあ、私に限らず、まあ、まあ、日本にもいろいろその裏表に通じている方がいらっしゃいますから、またマスコミの一部も含めてですね、まあ、そういうことを続けているのが日本だから、その安倍首相に対するそのいろんなこの攻撃ということまだ止まらないで攻撃しているというのは、誰の言うことに従ってやってるんですかと言うと語弊があるかもしれませんが、何も日本のですね検察なり、あるいは野党なり、あるいは反自民勢力なりがですね、その考えてやってるという到底そういうことではないわけですね。まあ、私自直言というのが無料情報誌を出してますが、そこに確か昨日報じておいた忘れましたが、書いたんですけども、アメリカにはですね、戦略国際問題研究所というのがありましてね、これは
CSIS、まあ、頭文字を CSIS というんですが、俗にですね、ジャパンハンドラーと呼ばれている。ジャパンハンドラーというのは、まあ、日本をハンドルするということですから、日本をですね、まあ、いろいろとその拘束すると、まあ、言ってもいいと思いますね。日本をマネージする、そういうシンクタンクなんですね。で、なんですねっていうのはですね、おかしな話ですが、そう言われてるんです。まあ、実際にどういうことかといえばですね、古くは田中角栄さんにまで来ますけども、アメリカの都合の悪い人はですね、いろんな形で失脚するということが今までずっとありますし、まあ、さっき言った安倍前総理をですね、とことんまで追及して、今なおまだ追及しているというのはですね、このシンクタンクのですね、CSIS、それからもう一つは CFR といって、外交問題評議会というのがあるんですが、これが、まあ、日本に最も大きな力を持っているシンクタンクですが、皆さんですね、官僚の方も、財界の方も、それからこの新聞社、テレビ局、マスコミ、報道関係者もですね、みんな有望な人は、こういうシンクタンクにですね、留学するんですよ。で、そして何年間か勉強して帰ってくると。そうすると、まあ、幹部になってですね、こういうシンクタンクで勉強したっていうことが一つの核になりましてね、まあ、官僚としても出世するし、それぞれの分野で出世して、大きな力を持つということになるわけです。ですから、その自分の母校の方の、あるいはその自分が一つの考え方というのを持つに至ったわけですが、そういうことをですね、まあ、天皇というと聞こえ悪いかもしれませんが、まあ、いわば洗脳されてきた人がですね、日本で2つでもですね、自衛隊でも、どこでもですね、幹部に大勢いらっしゃるわけですから、そういう人がですね、安倍を下ろさなきゃいけないと、中国に接近すぎていると、親中すぎだと、だから安倍さんにその中国接近をさせた二階幹事長はけしからんと、そういうようなですね、ことがなんとなくですね、こうずっとこう広がっていくという、こういう体制になっていく、これが日本なんです。だから、まあ、今回のこともそういう一つの一環で、まあ、安倍さんが一つもう無職ですね、総理じゃないわけですから、にもかかわらず追及されているということは、やがて菅総理の方に歯が向かってくると。なぜならば菅総理は親中派ですから、ね、二階さんの言う通りに動いているわけですから、これはこのシンクタンクにとってはですね、許しがたざることですね。ですから、やがて今度は神奈川県の都市のですね、今なんですか、県有地をこのある企業にですね、この手渡した、そこにですね、菅さんのいろんな問題があるとか、まあ、なんとかかんとか、これからですね、菅さん、菅内閣がこの相当いじめられることになるというふうに皆さん認識しておけばいいのではないでしょうかね。増田先生、ありがとうございます。